え、なんで？なんで現在日本一位のユタピが俺のことを招待してきてんの？マジわかんない。本当に何かわかんない。さっきまでトリオバトルロワイヤルでキューブめっちゃ増やして、インチキ的な戦術でトロ上げしてたのバレました。何してんねんハゲ。そらそうか、公認実況者トリオバトルロワイヤルでキューブいっぱい集めてトロ上げしてんの見られてた。最悪、何見てんのこいつ。サボってんちゃうぞ日本一のサボってんちゃうぞ、めっちゃ響くんやけど。ということでこいつです。なんで俺なんか目つけられたんやけど日本一に。待って、俺使って YouTube で稼ごうとかしてないよな。これね、ユタピって人ね、ジェネっていうブロスター YouTuber の人がサムネにこの人とマッチングした画像、サムネイルを使って炎上したんですよ。なんか喧嘩勃発したんですよ。俺もやっ、なんか俺も疑われてるわ。やりまーす。ということで急遽始まりました、現在トロ日本一位の男にキャリーされる男ということで、トロ上げ上手い人とね一緒にやると試合終わんのマジで早いんですよね。なんで今回の動画の尺が持つか持たないかの心配をしてます。1点決まった。まだ12秒よ。12秒で点決めんなよ。何してんねん。でウルト使ってちょっと半ば強引に前線を仕上げてって、まあ、相性がいいっていうのもまあ否めないけど、ていうかまあケンジがあまりにも強いっていうのは否めないけど、さあこれコレット倒してジジイ。お、何してんねんお前。ええ感じの時間稼ぎすんなよ。ありがとうって言いたくなるやんけ。まずい、30秒しか稼げてない。もうちょっとサボれお前は。裏企画、いかにサボりながらブロスやって勝てるかやっぱね、楽しながらトロ上げできると幸せなんですよね、こっちも。まあなんか死んだけど、死んじゃいました。俺死んだけど、味方が、なんか決まった今何気にね結構うまいことしてたんですよ。プリモのウルトを来るなと思った瞬間にウルトで合わせてダメージ食らわないようにしたりね。でプリモの攻撃が当たんないギリギリのところで攻撃打ったりしてたけど、画面外でちょっと見えなかった、ごめんなさいあー結構、これワンチャン点決まるな。あー無理か、さすがに楽しよう。もうまあなんならね、こいついたら俺攻撃しなくても勝てたりするんですよねだからバイロンとかでこいつ一人で勝てるのかっていうのをちょっと裏検証しながらやっていきたいんですけど、ちょっと回復して、どっかいたよなサンディ。じゃあサンディじゃねえか、プリモか。まあ、これは一応カバー入れてので突っ込んでジジなんかね相性いいわ、やりやすい、すごいやりやすい、全ての攻撃に合わせてくれるこのキャラクター、このキャラクターじゃない、この人間が。再生いいね。もうね、味方回復してるだけでこれ勝てるんですよ、どうせ。まあ一応しかも味方一人野良です。野良なんですけど、まあちょっともう動くのめんどくさい、左腕動かすめんどくさいんで。行き過ぎ、前線上げすぎ、お前のせいでちょっと前出なくいけなくなったでしょ。いや、まず一旦回復して、でこれ回復させてあげて、まあ、これモーティスはもう勝てるじゃないですか、どうせ。あ、上行くんだ。上行ってサージぶっ殺そうとしたけど、まあさすがに避けられたと、これ回復してあげて。うん。まあさっきまで、メロディー使って、割とね、ぼちぼち弾当てて、ウルト使って頑張ってたんですけど、本当に何もしない。あ、待って、それダメ。知らない。あ、ウルト避けて、あ、しっかりぶっ殺していきの。で、これは、まあタラが、誰にも当たってないウルトを使っていきの、シュート。え、どうしよう。この動画、俺何してんの？さあ続きまして、まあ、一番楽なのホットゾーンなんですよ、結局。このね、自陣に近い方って敵踏みに来ないんですよね、あんまり。まあ、このトロ隊とかやと。なんで、自陣踏んだまま、まあ、味方打ちして、適当に味方打ちして、まあ、適当に回復してあげて、こいつがなんとかするっていう。まあ、右上はこいつがなんとかしたんで、まあ、これ回復してあげて、あー、さすがにちょっとやっぱ野良じゃ無理か。あ、ずるい。相性もいいしな、こいつ。で、これはちょっと避けて、めっちゃ頑張ってる。愛おしいわこの味方、もうすごい頑張ってくれるもん。まあ、ちょっと回復して、あ、やばい、死んでもいいや、別に死んでもいいけど、まあまあそうよな、うちの猛獣が暴れてくれんのよな結局。あ、ちょっと下も行け、下もお前、あー死んだやん。まあ上はもう蹂躙してるんで、これジェシーがなんとかするか。あー、やっぱ勝てない。あ、ケンジ帰ってこいって、お前の力が必要みたいだ。
ああ、まあギリ勝ったわ。いや、倒してない。倒してないよ。あれ、ケンジどこ行った？ああ、倒してる、倒してる。まあ、どっちかのサイドをちゃんと落としてたら、全然勝てるんですよね、ホットゾーンって。さあ、右上はもう取り終わったか。取り終わりそう。おーおー、働いてる、働いてる。これ踏んであげて、さすがにちょっと、働かせすぎたか。さすがにちょっと、労働死したわ。これ帰ってきてもらって、まあ、適当にヒール打って、まあ、ジージーということで、まあ、体力減ってきたなーと思ったらウルト打って回復させてあげますか。死ぬと思ったら大体生き返ってるからガジェットで。あ、本当に楽だわ。一家に一台欲しい、このトロアゲマシーン。こいつがいれば俺もコンタテ作れるもん絶対。さあ、あー、まあ、ちょっとねメロディーなんで、メロディーのウルトのシュートだけケアして、まあ、それだけで勝てるんじゃないかな。これ、まあ、適当に敵に弾打ってなく、だいぶ弾当たってんな。俺も意外と優秀説ある、これ。これかい、あ、いらないわ。いらないわ、別に。あのね、上位帯の人ってね、こんな感じでポンポン試合終わらしてるんで、なんか何が違うのっていう。普通の人と何が違うんですかみたいな感じの疑問は抱かせつつ、これ回復していって。俺に見せどころちょっとぐらい作れよ、お前は。インフルエンサー殺しか。さあ、おー、あれ、まだ決まってない。おい、早く決めろよ、お前。あ、ファングも頑張ってる。ファングも癒してあげるよ、そんな。頑張ったやつのためにご褒美があるんだから。さあ、ジジ。終了。もうこのままコンタテまで行ってもらおうか、バイロン。おっと、さすがに相性悪いか、これは。サージ来ました。で、まあ、メグもね、爆発されると結構苦しいんじゃないか。俺の回復にかかってるか、この試合は。これ当てれんな。シンプルにトロ隊の格差がひどい。日本1位のやつがこのトロ隊で負けるわけないのよ。シンプルに。さあ、これ天気待っていきの尺大丈夫かな。もうちょっとサボってほしいけど、俺がサボるか、それか俺が、俺がサボればいいだけか、これ。これガジェットで全部当てて回復して、いけいけ、もっといけ、もっと。バイロンで味方回復してるだけで勝てるゲームなんで、このゲーム。さあ、ジジ、これ以上やってもね、同じ映像が流れるだけっていう恐ろしい結果になってきたんで、まあ、そろそろ終わっていこうかなと。はい、ということで、まあ、あの突如とした動画撮影なんですけど、まあ、これにて終了ということで、まあ、一応ね、ゆたびの、YouTube のチャンネルリンクは概要欄には貼らないでおこう。